ジョージ・マイケル・ミッキー、ウォード・ジュニアは、アメリカ合衆国の元プロボクサー。アイルランド系アメリカ人。マサチューセッツ州、ローウェルで生まれ、非常に貧しい家庭の中で育ったウォードは、早くからボクシングに打ち込み、アマチュアでの実績を積んでいった。1985年6月13日に、プロとしてデビューし、そこから14連勝を飾る。勢いに乗って、 スバや IBF インターコンチネンタルなどの地域タイトルに挑戦するもいずれも敗退。この時期に負けが混んだため引退を考え、1991年から3年ほどリングから遠ざかった。ボクシングから遠ざかっていた時期に道路舗装の仕事などで金を稼ぎ、古傷であった右拳の手術を受けた。そして麻薬中毒者で刑務所から釈放されたばかりの元ボクサーのイフ刑。 ビッキー・エクランドから説得されると、ボクシング復帰を決意した。1994年、再起後級連勝を飾る。マイナー団体ながら、タイトルも獲得し、世界ランカーに浮上する。1997年8月9日、再起から3年で、念願の世界初挑戦が実現。相手は IBF 世界スーパーライト級王者、ビンス・フィリップスであった。 しかし 3R ドクターストップによる TKO 負けで大阪獲得ならず、結局これが最初で最後の世界挑戦となった。世界挑戦失敗後もリングに上がり続け、約1年後の試合ではザブジュダーに敗れるも、レジー・グリーンに勝利したり、元世界王者、ジェシー・ジェームズ・レイハに前線するなど戦う意欲は衰えず、2001年7月13日の エマニュエル・オーガスツとのノンタイトル10回戦が2001年のリングマガジン・ファイト・オブ・ザ・イヤーに選出された。そして2002年5月18日には元世界王者のアルツロ・ガッティとの試合が組まれた。ウォードとガッティの試合は連続3回行われ、初戦はウォードが2.3戦はガッティが勝利したがいずれも熱戦となった。ウォードはこの3試合目を最後に現役を退いた。 ミッキー・ウォードの名前を一躍世間に知らしめたのは2002年5月18日に行われたアルツロ・ガッティとのスーパーライト級ノンタイトル10回戦であった。ガッティは元世界王者、しかも派手な打ち合いを好む、高戦的なファイターであったが、両選手ともに試合後病院へ担ぎ込まれるほどの激闘となった試合の勝敗は判定に持ち込まれ、2から0でウォードが勝利し、 この試合は2002年のリングマガジンファイトオブザイヤーに選出された。両者の再戦は同年11月23日に実現した。2戦目はガッティがボディ攻撃を中心にウォードをうまく攻め、3R には強烈な左フックでダウンを奪う。なんとか立ち上がるも一方的に攻められストップ負け寸前に陥ったが、脅威の粘りでこのラウンドを持ちこたえた。試合は、 第一戦に負けない白熱した展開となったが、楽器が大差の判定で勝利した。一勝一敗となった両者のラバーマッチは2003年6月7日に行われた。試合は楽器が序盤から構成に出るが、途中圏を負傷して手数が減る。しかし両者ともいつものように一歩も引かない打ち合いに応じた。第 6R、このラウンドレ勢スに立たされていた。 ウォードだが、ガッティの隙を逃さずダウンを奪う。この瞬間観客は大いに盛り上がった。この試合も最後まで打ち合った末、判定でガッティが勝利を収めた。この試合の後、ウォードは前々から決めていた現役引退を公式に発表した。この試合も2003年のリングマガジンファイトオブザイヤーに選出され、 ウォードは3年連続でリングマガジンファイトオブザイヤーに選出されることとなった。2012年5月に刊行された時点の出版記念サイン会でのウォードウォードは引退後、激闘を通じて友人となった楽器のトレーナーを務めたこともあった。また、2010年にウォードの反省を映画化した作品ザ・ファイターが制作され、マーク・ウォールバーグがウォードを演じた。現在は マサチューセッツ州ローエルで暮らし、トラックの運転手で生計を立てており、ジムと屋外ホッケーリンクの一部を共同所有している。2020年のインタビューで現役引退後の2006年頃に慢性外症性脳症と診断を受けていたことを告白。短期記憶障害と衝動性疾患の問題を抱えていて、週に3から5日は夜中にひどい頭痛と吐き気で目を覚まし、 鎮痛剤を飲んでいる生活を続けていると語っている。ありがとうございます。